せーの。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、のったんです。ということで今回も宇宙人狼をやっていくわけなんですけども、インポスターをやっている時ってやっぱり状況判断をいろんなところでしていかなきゃいけないじゃないですか。扉を閉めたり、サボタージュを使ったり、弁当を使ったり、まあそんな感じの選択肢をいかに早くやっていくかっていうのが僕はものすごく大切だと思うんですけど、今回はね、そのいい感じの選択肢っていうのが割と取れたんじゃないかなということで、インポスターやっていきたいと思います。皆殺しにしてやるぜ。通称宇宙人狼アマングアス。このゲームのプレイヤーは宇宙飛行士となって数名のクルーメイトと行動を共にします。各プレイヤーはそれぞれ別のタスクを与えられ、全員がこのタスクを終了させることを目的としています。ただしクルーメイトの中には1人から2人のインポスターと呼ばれる裏切り者がいます。各プレイヤーはタスクをこなしながら様々な情報を集め、会議をして一番怪しい人間に投票します。投票された人は死んじゃいます。全てのインポスターを追放したらクルーメイトの勝利。インポスターは自分が裏切り者だとバレないように邪魔したり殺したりしながらクルーメイトの人数を減らし、自分たちと同じ人数にしたら勝利となる。さあ、それでは今回もレッツ宇宙人狼、よろしくお願いします。お願いします。行くぞ。それでは行きますよ。ミュート、消え、ミュート。さあ、名探偵毛利小五郎から毛利小五郎とのこと、シグモさんと俺か。いや、初めまして、よろしくお願いします。シグモさん、今日はね、一緒に頑張っていきましょうよ。今ちょっと俺ここで止まっちゃうの微妙だったな。これもう絶対に止まんなきゃいけなくなっちゃったじゃん。で、ああ、閉められるスタイル。いや、どうしよっかな、これ。で、いっか。そしたら、ちょっとおとなしく最初のうちは室やっていこうかな。なんか扉閉めてる？セキュリティに2人いるな。セキュリティに2人。ちょっとセキュリティ…あ、死んでるわ。お、もしもし。およ、死んじまってんじゃねえか。おいおいおい、名探偵の毛利小五郎なんだが、あのよ、どうしたどうした。セキュリティに死体があったんだ、黄色だ。いや、そんな気したんだよな、今。そっちか。あの、お、どうした？悟空さんとベジータさんと僕3人はアドミンにいたので無理ですよ。そうだな、ここ3人は絶対関係ねえ。直前に俺もなんか村っぽいだと思ってるぞ、エレクトリカルに、リヴァイと誰だったっけ、もう1人だよな。俺もいた。あ、そうだそうだ、ヘレンだ。しかもなんか、あとファンネスだから、あの3人いたな。ちょっと、あの、俺あのベジータとフリーザにもゴリゴリの白アピしていいかな。いや、それは俺も同じだな。いいか、あのいい、ウェポンでダウンロードしてただろ、で、3人でアップロードのとこ行っちまうとワンチャン隠れてキルされてもまずいなと思ったから、俺はだけ先にカードやるっちゅう。なるほどな。ほう、真っ白だろ。悪くない。黒いですね。なんでだ。まあ、発見した私がな、あの、なんだ、完全にこれは後付けというよりか、まあ予想なんだ。完全にやったとは言えねえんだが、私がエレクトリカルに行った時はもうすでに先着でエレンがいたんだ。なるほどな。あ、エレンの最初にセキュリティが閉まってたからよ。ワンチャンなんだ、ベントから帰ってきた帰りですでにエレクトリカルで待機していて、クールタイムだったから私を殺せなかったっていう推理なんだが、まあ間違ってると思うから。あ、だから、多分間違ってると思うからよ、これは流すで。エレクトリカルにいたんだな。エレクトリカルに私が行こうとしたらエレンが先着してたから。ほう、なるほどな。その後にあれだろ、一体エレクトリカルからロアエンジン行ってセキュリティ向かってる死体があったから、まあ、ワンチャンその弁当の帰りなのかなとかも思ったんだが、まあ間違ってるとは思うわ。俺はエレクトリカルから出て右に行ったんだけど、その時に南さんかな、結構誰かとすれ違ってるはずで、俺は右に行ったんだけど、ハンネスさんだったかな、まあ、左に行ったんだよな。左に行ったな、最終的にロアエンジンに行く前になったな。だからちょっと怪しいかな。一つ言い忘れた。どうしたんですか。まあこういうよ、まあ当てつっぽうにも見える推理をやってるからよ、まあ、ワンチャン私が殺されたら、あの、多分エレンが疑われちまうんだよ。なんか私が一応黒推しっぽいことをしたからね。なるほどな。だから、でも、それでも、エレンがな、白かもしんねえから、
だからまあ思考ロックだけは回避してくるよな。待って先っぽに。確かに。あ、まあ要注意という感じかな。うん、そうだな。でもあれじゃねえか。これで、あ、でもそんなことねえか。リュンさんが、リュンさんじゃねえ、そのエレンがもし黒だった場合は、リュンさんが狙われなくなるっていうことかな。まあそうやって利用できるわな。黒、うん、信頼は置いてたな。そうだな。そう簡単にはやられない。あれ？なんで俺入ってんだ？一票入ってますね。ちょっとちょっとミュート。最初なんていうの、あの信用を勝ち取っていくスタイルでいこうかなと思って、こんな感じにしたんですけど、これはありだぜ、ありだぜ。あ、ちょっと人数多いな、最初ちょっと人数多すぎるな。これここにいるのは俺だけなんだ。オッケー、待っててあげよう。ああ、南さんも待って、南さん待たなくていい、大丈夫。いやー、オッケー。あれなんで俺の画面だと直ってないんだけど。エレクトリカルの前でベジータさんが亡くなってました。なるほどな。通路でってことか。通路ですね。中ではなかったです。あれ、今悟空さんエレクトリカルにいましたよね。いたいたいた。そう、白とピンクと赤がいた。で、僕はそのまま中に入って解除されたのでエレクトリカルの上の方に行った時に後ろからピンクが来たんですけど、悟空さんどこに行ったんです。いや、あのよ、あのこれ言っちまったらなんかちょっと申し訳ねえんだけど、なぜかあのオラの画面まだ停電直ってなくて、で配電盤のとこ行ったら一番右だけオフになっててよ。で押したら直ったんだ。ほう、わけわかんなかった、うん、ということはまだいたということ。あ、いたいた、オラ配電盤の前にいた今。それはマナミンさん見てるんですか。いや、オラはまず、うん、エレクトリカル通り、フィックスライト前にエレクトリカル通り過ぎてリアクターに行こうと思ったんだけど、タスクがなかったから、もう一回エレクトリカル戻って上に行った時に突進が行って、で、フィックスライト来てすぐ直して、二人で直してたはずが、後で悟空さんがいて、わかんないんだけど、俺ら的には悟空さんがささっと殺して入ってきたのかなってちょっと思ってるぞ。いやいやいや、オラもこうやって思うぞ。いや、ちょっと待ってくれ。だって、オラの最初に、トッシンさん、フリーザとベジータと一緒にいたじゃねえか。どう考えても信用もらってんのに、絶対殺されぞ、ベジータは。絶対殺されぞ、俺だって。いや、せやかて、悟空さん。そういったかてに。てか、今のでオラ疑われちまうのか、ちょっと俺すげえオラショックなんだけど、それ。うん、これでもだってな、うん、白角もらって殺すリスクもなければな。そうだぞ。しかもあの結構秒だと思うぞ。殺さず生かしておいてよ、信用カストロムーブできるはずなのに、なんで殺しまうんだよ。だったらそうだそうだ、白にも見えるが、それだったら、です。いや、僕はエレクトリカルから出てないので、停電前はそういう反応がなかったはずですからね。間違いなくトッシンではないぞ、うん、あとどうでもいいかもしれないけどよ、大津にいたぞ、うん、最後は。あ、私がね。あ、オッケーオッケー。これ先ほど南さんで疑われ、胡蝶さんで疑われてましたっけ。あれなかったと思うな。はい、そっか、わかんないですね。一応オラが一番最後にベジータを見たのは、電気が消えるちょっと前に、ストレージの上のところのワイヤーあったじゃねえか。あそこでオラと胡蝶さんとベジータで、なんか誰か上から入ってきてたな気がするけど、ちょっと誰か記憶にね。それは俺だな。あ、おめえか。誰なんでしょうね。悟空さん目線ではこれ胡蝶さんがセルフしてるってことになるんです。いや、胡蝶さんかリヴァイ兵長かのどっちかだと正直思ってる。ベジータをやったのは、いや、俺たちではないと思う。そうですね、わかんねえな、うん、ちょっとわかんねえこれ。ん、うん、2票入ってますね、リヴァイさんに。誰だ、入ったの。超怪しいじゃねえかこれ。まあ、これもまあ推理の一個だね。これそうです、ミュート。今のでリヴァイ兵長ワンチャン白説あるっていうの、あれこれなんか俺ずっと若いの光ってんだけど。
いやー、これはちょっとまさかのだな。ほんで、いやー、これマナミンさん殺したい。殺すならマナミンさんを殺したい。わしはマナミンさんをやっちまいてーぜ。これは、はい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 、速攻直しちゃうもんね俺。なんか重たいな今日、ちょっと重たい気がする。リュンさんとトッシンさん、なるほど、3人いて、いやー完璧でしょこれ、今の完璧でしょ。いやー、もうこれはね、もう完璧ですよ。今のはもう完璧すぎる。いったっしょ、絶対バッチリだったと思うよ。あ、ドアエンジンの右下のところで死んでいましたよ。死んでたのか、右下、みんあのドアエンジンの角っこですね、左下です、左下。なるほどな。あのちょっとオラいいかな、うん、さっきセキュリティに、オラとリュンさんと、あとミナミさんとエレンがいたんだよな。いた、うん、でもそんな行ったのか。そうだ、でオラアッパーエンジン側から上に上がっていって、多分残ってたので3人だけだと思うんだ、うん、そうなるとオラ目線じゃあの黒がやってるとしか思えねえ感じになってんだけど。俺はあのセキュリティをずっと見てたんだけど、でなんかもう扉をめちゃめちゃ閉められて、セキュリティの中に閉められて、うん、そうで、うん、やっと開いて下の方に行こうとしてロアエンジンに入る前あたりで通報が鳴った感じだな今。なるほどな。私はちょっと兵長が怪しく見えてるんですよね。兵長なんて言った、兵長、僕がストレージでタスクしてるとき、僕の真後ろにいて、僕がストレージからロアエンジンに行くとき追いかけてきたんですよね。なるほどな、うん、でも思うんだけどよ、さっきので2票入ってんのって人狼2票入れてるようにしか俺は見えねえんだけどな。あ、多分そうだろ、多分そうだろ。そうだ、誰ださっき2票入れたのは。僕じゃない、俺は入れて、俺はスキップだな。俺は入れてません。正直言って俺は1票入れたぞ、リヴァイ兵長。なるほどな、入れたぞ。エレンさんも入れたんじゃないです、日頃の。俺は入れてないです、俺は入れてないですって。エレン、エレン、でもなんか、俺は信じてる。どうだろう、でもしんのすけ、しんちゃんとつながるラインっていうのがあんま見えてねえんだよな正直。いや、さっきしご、あのリヴァイ兵長に入れたのは初回の時もあのリヴァイ兵長だけ場所が確か聞けてなくて、うん、謎なんだろう、グレイチだったからちょっとあるかなと思ってオラ入れちゃったぞ。これもつらないとまずいですよね。これそうだな。あの、ちょっとでもオラ目線ではもう完全に黒にしか思えねえんだけどな。だってさっきセキュリティ3人ぐらいになった時、2回疑われてるから確かにな、その可能性も。そうだよな。いや俺はあのエレクトリカルの時は右に行ってて、最後コミュニケーションだから、その左のセキュリティには絶対行けないんだよ。え、これ、ちょっと待って、これ今はお前はセキュリティで見てて、ロアエンジン側には行ってねえのか。セキュリティにずっといて閉じ込められてて、ギリギリにロアエンジンの方に行こうとしたらなったっていう感じ。ほう、ほう、なるほどな。トッシンさんの通報のところまでは行けてない。若干ですがエレンさん、なんか今半笑いになってこれ言ってる。お前だろ俺に入れたの。そんなことないです。感じがするんですよね。エレンが入れたんだ。入れてないです俺は。正直俺、こいつは座標持ってるからな。可能性は。エレンくせえぞこれは。ほらは。やめに。俺ちょっと攻撃するかな。攻撃はダメです。エレンくせえぞは風呂に入るのが嫌いな人もいるので。ちょっとなんかオイニーがボイスだった。モロタで、ひどいな、なんだこれ。モロタで駆動。モロタで駆動。一回ボタンの確認でもしようかな。ちょっと待って。30秒ね。30秒ね。ちょっと待って、電気か。電気か、まあいいか。キルクルタイムの方が早いしな。
そう。ごめんごめん、マナミさん。お疲れ様です。なるほど、やばー、ナイス、ね、ギバヘッジナイス。やっ、申し訳ない、エレン申し訳ない。いや、よく全部おいにーがゴイスーとも言われて。皆さん、今回も最後まで見てくれてどうもありがとうございました。私のったん、ゲーム実況、実写、それから声真似、いろいろやってます。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた。